ちょっとで。今日は札幌のオータムフェスタに来ています。いろんな食べ物とかがあるんですけど、まずピザを食べていきたいと思います。ニセコピザのマルゲリータです。で会場はこんな感じ。看板がそれでも取れるなら。大通公園のいろんな場所にいろんな食べ物があるので、いろいろ食べていきたいと思います。ニセコなにわ亭というレストランみたいなところのホタテとマッシュポテトのセットです。マッシュポテトが食べたかったので飲みました。で、出汁がついてます。ホタテの上に乗っかってる。ホタテはどこの？わかんない。所町のホタテです。はい、マッシュポテトのホタテ、じゃあ食べていきます。はい、テイクアウトで焼き鳥を買いました。つくねとモツ、これはテイクアウトで買ったので家に使います。コーラがいいです。うん、はい、ラーメンを買うためのチケットを買いました。これを買ってこのラーメンを食べます。これをつけてないと帰れません。一枚だけ取っといたら。味噌ラーメンでしたか？ラーメンを買ってきました。コーンとバターをトッピングです。次は赤井さん醤油ラーメンを食べてみます。見たことない。こんな感じ。はい、ごぼう、ごぼう持ち上げて。え？うん、それが有名らしいよ。ごぼうが入ってます、ラーメンの中に。いいよ。中にジャガバターが入っています。と、ウラライン焼きそばのウズラの卵とヒラメンの焼きそばを買いました。食べていきます。マスク着用をお願いしております。飲食時以外マスクの着用いただき、マスクを外しての会話はお控えください。林にいる。牛乳ソフトの食べ比べを買ってきました。3種類で1000円で、スーパーミルクソフトクリームと牛乳ソフトクリーム、うん、濃いソフトミルク、うん、全部見た目は一緒だけど、うん、じゃあ食べ比べしていきます。はい、まず牛乳ソフトクリーム、これが一番濃厚。これ、うん、これとそっちは浅い。ね、これ濃厚じゃない。
うん、そうだ ね。牛乳って感じ、うん、薄い牛乳って感じ。これはバニラみたい、うん、生クリームみたい。はい、カタラーナを買いました。カブチャーズのカタラーナで、クロワッサンの中にカタラーナが収まっている。うん、ピザのマルゲリータとカペトと飲み物はコーラとレンジジュース。コーラはサービスされて、ポテトはね、ジャガイモ入ってる。うんね、おいしいでしょ。ジャガイモとジャガイモ、そうポテトすごい大量だよね。じゃあ食べていきます。いちご削りというものを買いました。デザートなんです。寒いんですけど食べていきます。いちご氷みたいな感じに上に生クリームが乗っかっているいちごのいちご氷です。お肉のお店で牛カットステーキを買いました。ハーフの丼で中にご飯が入っていて、こんな感じのコロコロステーキです。で赤身がなくなっているのと卵抜きです。あとこれハンバーグ、肉汁が出るハンバーグで、こんな感じの、これをかわいくない？本当に。締めカフェだって。うん。あるよ。それは美味しい。ありがとうございます。
小籠包のチーズがかかっているものを買ってみました。こんな感じ。小籠包のチーズかかってるって食べてくれ。うん、you